もののけ姫って話全体がどういうお話かっていうのがなかなかね分かんないんだよね。でどうやったら分かりやすく伝えられるのかなっていうふうに考えてて、ちょっとね掴んだ気がするんだけども、あれねハリウッドでリメイクされたらどういうふうになるのかって考えるとちょっとだけ分かりやすくなると思う。あのハリウッドでもしもののけ姫がリメイクされて全部アメリカが舞台でアメリカ人とかを出したらどういうふうになるのかって考えたら、逆に日本のもののけ姫っていうのがどんなとんでもないすごい話だったかっていうのが分かると思います。冒頭ですね、これあのアメリカの原住民のインディアンって言うんだけども、これは言葉の正しい意味じゃないのは分かってます。ただアメリカ原住民とかあの原住部族というよりはインディアンって言った方がもう通りがいいから、今日はもう全部インディアンで話すね。そこら辺はよろしくお願いします。冒頭アメリカのもうカナダの果ての方に住んでいるインディアン村を襲う巨大なワシですね。たたり神と化したワシが、アメリカのですね北の果てに残っているですねあの先住民インディアンたちの村を襲うわけです。まあだいたいこんなイメージだと思って、こんなイメージのやつがですねアメリカのインディアン村を襲います。あれは西海岸のシャイアン族のトーテムだ。トーテム、守り神だね。インディアンの守り神のですね巨大なワシがですね村を襲う。なんであいつがたたり神になるなんて。東から来たキリスト教の神に追われ、今やインディアンは西海岸と北にだけわずか住んでるだけに過ぎないと。何か西海岸で不吉なことが起こったに違いない。その曇りのない眼でアシタカを見てくるんじゃ、というアシタカという名前のインディアンの少年がですね、このワシの爪でですね呪われてしまった右手を呪いながら村を旅立つところから映画をスタートするわけだよ。で途中インディアンの村を襲う騎兵隊に会います。騎兵隊がですねインディアンの村を襲ってるんですね。でもこの騎兵隊村に対して怒りを持ったアシタカはですねあの先祖伝来のアメリカオオワシかなんかの羽をついたですね矢でバーンといると、この中心で大爆発、核爆発の大爆発。これはね日本版のもののけ姫、アニメ版のもののけ姫では首がすっ飛ぶぐらいの表現なんだけども、ハリウッドではそれではもう分かんないだろうと。あの、アシタカにかけられた呪いがどんなものかって分かるには、もうとりあえず基本的に火薬山盛りで大爆発した方が分かりやすいから、大爆発して、で、騎兵隊たちは全滅とですね。こういう風な話にすると、もののけ姫っていうものが実はどんな話だったっていうのがちょっと分かりやすくなってくるんだよね。で、この、騎兵隊たちをですね、退治した後ですね、アシタカがさらに西海岸ロッキー山脈を越えていくと、ロッキー山脈の中ほどでですね、セコイアの森ですね、ジャイアントセコイアという、まあ、地球上最大の木というよりは、多分生物としても地球最大なんだよね、体積計算したら、のですね、森と、その横で製鉄をしているインディアンの村にあると。インディアンが鉄を作ってるなんて、まるで白い人間、ヨーロッパ人みたいじゃないかというふうに明日が踊るんだけども、驚くんだけども、製鉄してるんだ。こんなんね、ジャイアントセコイアの森っていうのは巨大な森です。ジャイアントセコイアの森と。で、セコイアっていうのは実はインディアンたちが定期的に切り倒さないと、アメリカ大陸中がこのセコイアに飲み込まれてしまう。これは本当のことなんだけど、ジャイアントセコイアっていうのは北米最強の生物なんだ。地球上おそらく最強の生物だと思う、ジャイアントセコイアって。なんでかっていうと、ジャイアントセコイアっていうのは、だいたい低いやつで80メートル、高いやつは100メートル超えるんだよ。これは本当の話で。で、なんでそんなに高いのかっていうと、落雷を呼び寄せるためなんだ。こいつら雷を落としたいんだ、ジャイアントセコイアっていうのは。なんでかっていうと、まあ、なんでかってどんどん戻っていくんだけど、なんでかっていうと、ジャイアントセコイアっていうのは山火事がないと繁殖できないんだよ。ジャイアントセコイアっていうのは周りにスポンジ状のなんか硬い表皮があって、で山火事の温度に耐えるんだよね。中心部が生き抜けるんだよ。でおまけに皮脂植物で、その殻みたいなやつが山火事の温度でないとバキッと割れて、で中の種子が外へ出ていかないんだ。で山火事でボーボー燃える山のその風、火事場の風を利用して種子をそこら中にばらまくという恐怖の生物なんだよな。だから、インディアンが適当な感覚で木を切り倒さないと、今はね、あの、セコイア、あの、公園っていうのがあって保護されてるんだけども、これ人間が繁殖して、バーッと伐採したから無事なんだけども、こんなの下手したら、あの、普通に繁殖できるの土地は、ジャイアントセコイアに北米大陸っていうのは支配されてて全然不思議じゃないんだ。で、その山火事を起こすためにジャイアントセコイアは100メートルを超えるわけだよな。その100メートルを超える木の高さに入る理由っていうのもただ一つ、雷が落ちてきて周りを焼き払いたいからなんだ。で、なんで焼き払いたいのかっていうと、ジャイアントセコイアっていうのはこの100メートルという
木の高さに対して根がねめちゃくちゃ浅いんだ。根っこがね2メートルぐらいしか地面の底に潜っていかないんだ。で2メートルぐらいしか地面の底に潜っていかないので、他の競合している植物、もう雑草レベルでもそうなんだけども、雑木林とかそこら辺の小さい樹木ですら、そのジャイアントセコイアが本来得たい栄養っていうのを地面から捨てしまうんだ。だからジャイアントセコイアっていうのは数年に一回山火事を起こして、ジャイアントセコイア以外の種すべてを焼き払って、それの上で繁殖したいというふうに思っているので、木が高く高く伸びていって山火事を呼ぶっていう。なんかそういう恐怖な生物。で、その恐怖の森の近くに住んでいるインディアンは、定期的にジャイアントセコイアを伐採して、それで炭を作って火を起こしてやってるという設定にするわけだよな。で、インディアンのそういう製鉄村に襲いかかるダイヤウルフの生き残り。ダイヤウルフっていうのは北米大陸に大昔いたですね、もう絶滅してしまった巨大な狼。まあ、今言われてるんでは体長2メートル、3メートルっていうふうに言われてるんだけど、今回お話に出てくるのは、なんせそのトーテム神というかね、あの村のトーテム、守り神の獅子神みたいな奴らだから、8メートルから10メートルぐらいの狼が出てきます。まあ大体イメージとしては、こんな感じかな。これランベージ居住大乱闘に出てきた巨大狼なんだけども、こんなのが特撮で、もちろん今言ってるの全部特撮映画の話だよ。特撮、CG 特撮でアメリカ大陸に現れると思ってください。こういうのがですね、狼が現れると。で、この銃で部族のトーテムである狼をですね、撃つエボシ御前、エボシという名前の、まあ、インディアンの女の人ですね。しかし狼に育てられた少女が邪魔をするのであったっていうのが、まあ、前半の展開になるわけだよね。エボシはアニメ版のもののけ姫と、まあ、似たようなものにするからですね、元インディアンの奴隷であって白人の奴隷として捕まったんだけども、そのまま、まあ、見た目可愛いし、可愛い女の子だったから、そのままスペイン人のですね、愛人になって、母国スペインにヨーロッパに連れて行ってもらった経験もあって、で、それが南米ペルーにそのまま、ご主人であったスペイン人が総督として派遣された時にですね、夫のスペイン人総督を殺して、他のインディアン奴隷たちと一緒に北米に逃げてきたという設定にします。で、エボシはトーテムを倒し、アメリカ中のその巨大なワシであるとか、狼であるとか、そういう獅子神たちを退治してですね、で、インディアンの共和国を作って白人と対抗しようとしているとですね。エボシの一応目安としては、アメリカ大陸の東海岸側はヨーロッパ人が支配しても構わない。でも、ロッキー山脈のあたりから、いわゆる西側すべてはインディアンの共和国として取っておこうという。かつてそのカリフォルニア共和国とか、あとニューメキシコあたりが独立国としてやっていこうというような感じをエボシは考えているわけだね。で、なんでトーテムを倒そうとしているのかというと、トーテムのあの巨大な生き物の神々たちを倒すと、インディアンたちは、あ、俺たちが信じてたのは単なる迷信であって、巨大な神、動物を信仰してたに過ぎない。それよりは銃を取ってエボシと一緒になって、ヨーロッパ人として戦おうと。やっぱりインディアンがね、負けた理由というのは、インディアン同士の部族が対立して、共同戦線張れなかったことなんだ。で、最後にインディアン戦争っていうのがカリフォルニアであったんだけども、時期が遅すぎたんだよね。エボシはそれを100年前持ってこようとしてるんだよね。こういうふうな話にすると、実はもののけ姫って、僕が言った話ともほとんど同じなんだけども、かなりダイナミックでしょ。だから、割とね、過激な話っていうのをもののけ姫やろうとしてるんだ。ほとんどね、なんかダンスウィズ・ウィルブスに怪獣がこう合体したようなものをやろうとしてるんだけども。で、さて、ジゴボーというのももちろん出てくるんだ。ジゴボーは何かというと、バチカンから派遣されたエクソシズムを学んだ神父なんだけども、エボシたちに技術と兵隊を与えるんだよね。バチカンの、持ってる兵隊とバチカンが持ってる大砲を与える。で、エボシは神の中の神、ビッグフットっていうのを殺しを決意すると。このトーテムたちの一番親は巨大な猿のビッグフットってやつがアメリカにいて、そいつを殺そうと決意するんだ。で、トーテムの山犬モロだな。さっき攻撃されたこの狼のモロは、インディアンの終わりを、明日かに予言すると、インディアン文明の終わりを予言すると、アメリカ大陸はいずれ我々のような自然の神ではなくて人が作った神、イコールキリスト教に支配されてるだろう、支配されてしまうだろうと。で、風とか雪とか雨とか山も川もすべて自然からの贈り物、神の世界だったんだけども、それらはおそらく白人たちにとって支配すべき自然、ワイルダーネスというふうに定義されてしまうだろうというふうに、山犬のモロっていうのは明日かに予言する。明日かはそんな時代が来るはずはないところに一生懸命言うんだけども、なんかどんどん自信がなくなってくる。で、ハリウッド版獅子神だね。ハリウッド版獅子神のビッグフット、こんなやつだよね。
このビッグフットを倒すための最後の戦いが始まると。でカソリックが派遣した、十字軍とエボシたちが、組織したインディアンの共同戦線は連合してこのビッグフットと戦うと。でついに登場するカソリックの新兵器ガトリング砲で、そのガトリング砲だけでも強力なのに、そこにペルーの銀山より取り寄せたスペイン銀貨を溶かして、ジゴボーが神父姿となってエクソシズムをやって、その銀に祝福を与えるんだ。で祝福を与えられて、銀のブリッド、銃弾となった弾だよな、そういう風に性別された、神父によって性別された銀の玉というのは魔物を倒すキリスト教の神の力を得てるんで、それをガトリングガンにガーッと詰めて、このガトリングガンでビッグフットをバーッと撃つわけだな。でついに倒されるビッグフットだな、数千発の銀の玉を打ち込まれて、ついにビッグフットを倒されるんだけども、倒されたビッグフットはそっから巨大なキングコングになってしまったとさあどうなるっていうやつで、多分これハリウッドでやったらね、2時間よ30分ぐらいになるんで、2時間30分ぐらいの話なんだけども、すごいデタラメな過激な話でしょ。で、これこのままアメリカで公開したら、アメリカの白人層がすごい反発するの分かるんだよ。だって自分たちが持っているアメリカとはこういうもんだ、建国神話とはこういうもんだっていうのと割と違って、自分たちは侵略民族の末裔で、もともとアメリカにいたインディアンたちに何をしたのかっていうのがやっぱり明るみに出てしまうから。で、もののけ姫ってそんな話なんだよ。そんな話であって、帝がとかって言ってるやつっていうのはもうほとんど今話した映画の中でバチカンがって言ってるぐらいの文脈で使ってるんだけども、それを巧みに分からないように仕込んでる。アメリカを例にして分かると、うわその話かなり過激だなって僕ら分かるんだけども、もののけ姫っていう日本のアニメにされてしまうと割とね気がつかないようにされてるところが、その宮崎駿のすごい上手いところだし、鈴木敏夫もよく宮崎駿をもっと書きたいのを抑えたなっていうふうに思うんだけども、こんな風に考えるともののけ姫っていうのはより分かりやすくなのかどうか分かんないんだけども、面白く見れるんじゃないかと。もののけ姫が面白くないって意味じゃなくて、横から見る目線として面白い見方もできるんじゃないかなと思って紹介してみました。ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデーディア岡田斗司夫、ハッピーバースデートゥーミー。